あなたに俳優声優の才能ありますか？どうも、はじめまして。芸能事務所のマネージャーやタレントのプロデュースなんかやってる MJ と申します。今回は俳優声優になりたいよって方が本当にあなたに才能があるのかどうかを見分けるためのポイントをお教えしたいと思います。この動画を最後まで見れば、あなたが俳優声優目指している時に本当に夢を叶えられるかどうかがわかるので、ぜひ最後まで見てください。で、まず前提なんですけれども、まずは今の芸能界のお話ししたいと思います。今の芸能界、これからね、俳優声優になって、じゃあ芸能事務所入ろうって思った時に、芸能事務所が求めてる人材にならないと皆さんは芸能事務所に入ることができません。じゃあどんな人が芸能事務所に求められているのかっていうところなんですけれども、それはですね、ぶっちゃけてしまうと、セルフプロデュースができる人間です。これが結論なんですね。で、昔は違ったんですよ。昔はダイヤモンドの原石を芸能事務所が発掘して、で、それをね、磨いてダイヤモンドにして事務所が送り出すことをやってたんですね。でも今は全く違っていて、今芸能事務所はダイヤモンドの原石を磨かないです。むしろ、すでに出来上がってるダイヤモンドの、まあ、ホコリをちょっと取って、それを商品として出す、みたいなことやってるんですよ。わかりやすく言うと、コンビニのオーナーです。コンビニのオーナーって、まあ、すでに出来上がってる商品を棚に並べますよね。例えばポテトチップスとか、じゃがいもを一人で自分で買ってきて、それを調理してポテトチップスにして、こうコンビニに並ぶってことをしないんですよ。なので芸能事務所も同じで、すでに出来上がってる商品を売り込んでくれます。なので皆さんが俳優声優になりたいと思ったら、ある程度芸能事務所が欲しいって思われる人材に自分でプロデュースする、自分のことを自分である程度成長しないといけないですね。じゃあこの成長するためのポイント何かっていうと、まあ、ぶっちゃけこれが、まあ、いつも言ってるんですけども、 TikTok ですね。今は TikTok をやるのがおすすめです。で、なんで TikTok かっていうと、そもそも芸能事務所、まずフォロワー数、これ見てます。はい、今芸能のオーディションってSNS のフォロワー数がいるかどうかってところが結構見られるんですね。なので TikTok でフォロワーがたくさんいる、まあ、もしくは Twitter とかインスタでもいいんですけれども、今僕が一番おすすめしているのは TikTok ですね。これでフォロワーが多いと、まず一つの基準になります。で、そしてもう一つ、実は TikTok に動画を投稿することで自分が俳優声優の才能があるかどうかっていうのが分かります。で、それはこういうことです。動画を投稿しました。動画を投稿して、まあ、大体 2,3 時間ぐらいで、その動画が200再生されるかされないか、これで自分に俳優声優の才能があるかどうかが分かります。なぜならば TikTok はアルゴリズム上、つまらない動画は200再生させないというアルゴリズムがあります。逆に面白いコンテンツが良かったら200再生されるんですね。つまり俳優声優目指してて動画が200再生されないってことは、セルフプロデュース力がないってことなんです。ということで、皆さん俳優声優目指してたら TikTok で200再生させること、これを意識してください。で、もし TikTok に動画を上げたんだけれども200再生されない、そんな方は才能がない可能性があるんですけれども、一つだけ対処方法あります。その対処方法は何かというと、コメント欄に書いておきました。